いいんだよ。海外でもそうなんだけど、有名な作家でも若い頃、とんでもない残酷なミステリーとか、とんでもないポルノとか、いっぱい書いてる人いるからね。はい、こんばんは、石井らです。こんばんは、竹井宏奈です。こんばんは、早川洋平です。あ、始まりましたね。また今回はもう肩の力が抜けています。はい、実は前回3体の時にはですね、もう一回あらすじを思い出すためにレジュメを何枚も作ってたんですけど、さすがのイラさんでもレジュメないとやっぱちょっと。いやー、覚えてらんないよね。しかもほら、もう1年以上前じゃない、3体に移って。ほっとしましたよ。うん、そっか、そっか、そんな。じゃ今日はもう対局ですね。対局です。レジュメのレの字もないですね、台本もね。はい、もう皆さんからの人生相談に、真面目にとか、適当に答えるだけっていう。楽しみです。たくさん来てますので、もうさ早速行きますか。はい。はい、まずちょっとお便りから。ああ、そうか。はいはい。ちょっと長文なんですけど、はい、リリーさん、30代の男性からいただきました。はい、私は小説家になることを目指して、大学卒業の頃から小説を書き始め、よくも、二次選考で落ち、大抵一次選考で落選を繰り返しています。はい、最初の計画だとどこかの文学賞を受賞してから大人じの小説家になろう特集でお世話になりましたとメッセージを送りたかったのですが、うん、イラさんがおっしゃっているやってはいけない小説家を目指す方法をほぼ全部やっていたので、これはプロになるにしてもだいぶ先になりそうだなと思い、今回メールを送らせていただきました。何をやったんだろう気になる。今回メッセージをお送りした理由は、2年前に初の BL 作品を書き、うん、いつも聞いている音ラジで、これから作品を作っていく人には BL 的な要素が必要なんじゃないかとおっしゃられていたことに驚きを覚えたからです。うん、BL 作品を書くきっかけになったのは妻からの依頼でした。彼女はとある作品の同人漫画を書いており、同人誌の即売会で自分の本だけを並べてもテーブルが寂しいからと私に作品の依頼をしてきました。なるほどね。素敵。いい奥さんじゃない、ね、うん、お互い軽い気持ちで始めたのですが、妻は自分の推しに対する愛を旦那に熱弁し、書かせた作品を思いのほか気に入ったようでした、うん、私もなんとなく避けていた性描写を書くこともできたし、1年でも文学賞に応募する文章の倍以上の文字を書くこと、書けることに驚きました。そしてわずか数十部の数ですが完売する本もあり、読んでくれた方から感想も届くこともあって、シリーズものの連載をするプロ作家の疑似体験ができてよかったなと今では思っています、うん、これからもオトラジを聞きつつ大手出版社の長編部門に応募する作品を作っていきたいと思いますという。なるほどね、素晴らしい、はい、でもさ、その BL 一つ作ったんだから、うん、ペンネームでそっちの方もやってみたら、真面目なそのね、長編の募集もいいんだけど。まずはいはいはい。で、ね、その奥さんの周りにどんどん広げてもらったりしてさ。いいんだよ。海外でもそうなんだけど、有名な作家でも若い頃、とんでもない残酷なミステリーとか、とんでもないポルノとか、いっぱい書いてる人いるからね。そうなんですね。そうそうそう。マドンナが昔ポルノに出てたなんて話あるけど、それと一緒で、うん、みんないろんなことやってるからさ。うん、もし自分でやってみて手応えがあったんであれば、それはそれとして残しておいてさ、書いたらいいと思うけどな。でもさ、男性が BL を書いてみたら意外とハマったってすごいね。しかもそれが奥さんの勧めっていうのがさ、なんか面白いですね。うん。やっぱり今、ちょっと前のさ、刑事ドラマとか見ると、俺は男だ的なセリフが多かったじゃない。刑事ドラマって言ってもそのイメージが昔。ああいうのが今もう全然ダメだよね。絶滅ですね、うん、本当になんか時代が変わった、うん、コンプライアンスっていうよりは男女のあり方が変わったっていうかね、うん、ありがとうございます。はい、さあじゃあ質問、はい、じゃあ質問一発目を、はい、こんにちは、毎回楽しみにしています、はい、今住んでいるところが車社会なので、最近免許を取ったのですが、はい、運転は好きですか嫌いですか、ふと車中で思いついてお送りさせていただきました、これからも楽しみにしていますというあのことなんですよ。車の運転しますか、イラさん。いや、僕全然してないね。あ、免許はお持ち。まあ、持ってるけど、なんか都心に住むようになってから、なんか全然いらなくなってしまって。ああ、そうなんですね、うん。そっかそっか。
なんか早川さんも、ね、してるよね。してるイメージ。まあ、もともとそんな好きじゃなかったですけど、まあそうですね。なんかこのコロナ禍になってから、うん、この間金沢もちょっと仕事で行ってきて、車で。だってさ、広島とか金沢とかさ、普通に行くもんね。そうそうそう。金沢ってどのぐらいかかるんですか？意外と遠い、意外と7時間ぐらいかかる。はぁ、7時間か。7時間のドライブって終わった後どんな感じ？あ、終わった。あと、ついてヘロヘロみたいな感じ。次の日、あの海外旅行から帰ってきたみたいな感じになりますね。まあ、座って運転だもんね、ずっと。でも、やっぱ気楽ですよ、一人だし、うん、なんかそれこそ、なんか音楽かけたり、あの読み上げしたり。ああ、そうか。3体読み上げしたり。小説を車の中でずっと聞いてるんだ。そう、そう。だから、それやんないと、大人じ間に合わないってもあるんですけど、まあ、もちろん楽しみながら。うん。へえ、面白いね。なかなかそれいいね。外国人、てかアメリカ人はさ、みんな通勤で行く途中に小説とかエッセイとか読んでるからね。そう、だから、なんか本当はコラムに書こうかと思ったんですけど、うん、なんか文字だけだとちょっと一歩間違うとどうかなと思ってやめたんですけど、なんかそう、この車運転するようになってから、その車の時間がある種の、なんかちょっと、あの、別に、あの、キザっぽく言うわけじゃないですけど、なんか瞑想、メディテーションみたいな感じで、うん、車の中でやっぱ ね、そう、考え事だったり、うん、だから すごくいいなと。でも、ヒルマさんはさ、車関係の仕事してたでしょ？あ、そうですね。イベントとか。父親が、もともと車のレースサーなんですよ。うん、え、そうなの？そうなんです。あの、だから、自動車のイベントとか行ってたんだね。あ、そうなんです。で、うん、私、全然車運転できなくて、あの、人引きそうだなと思って、あの、免許取ってなかったんですけど、去年、免許取りまして、うん、あの、一昨日ぐらいに1年になって、あの、初心者マークが取れました。じゃあ、結構バリバリ運転してんだ。そうですね。今、うん、9万キロぐらい？え？ 1 年で？マジで？はい。それすごすぎじゃない？9万キロ、なんかごめんなさい、嘘かもしれない。1ヶ月に1500キロぐらい。1500キロ。1500キロ。それじゃあ1万ちょいだよね。1万2000とか。1ヶ月に1万500キロ？ 1 万500、なんか1500キロかな。俺相当走ってるけど、今4年で10万キロだけど。え、待ってください。あの、ちなみに地球一周あの5万キロとかだった。あ、そっか。あの、北海道から九州。1500キロだね。1500キロかな。うん。北海道から九州まで行くぐらい1ヶ月で走ってる。あ、でも結構走ってんだ。そうだね。うん。結構走ってます、ね。じゃあ仕事はほとんど車でやってるんだ。そうですね。移動は車です、ね、今。でもそれこそ、だから都内だけじゃなくて結構遠くまで行ってるってこと？あ、そうですね。はい。遠くまで行ったりとかしますね。でも、とはいえ、と言っても、まあ、うん、あの、茨城とか、うん、あのその辺ですよ。でも静岡、それはさ、ひろなさんはそれこそ一人っていうより誰かやっぱり乗せてるみたいなのが多い。一人の時もありますし、でもさ、この前言ってたじゃない、はいはい、なんか男の人に連れられて、なんか木更津のさ、あ、そういう話、アウトレットに連れられて、大丈夫、車を出して運転もしてそうそうそう、失礼な目にあったって話でしょそう、押し倒されてねそんなこともありましたね。なるほどね。でもいいよね。僕もなんか したいなと思う時もあるんだけど、なんかめんどくさくてね。あれでもなんか僕、それこそ昔イラさんに取材するときも10年20年前の取材記事とか結構調べるんですよ、うん、大谷文庫ね、うん、その時なんか昔イラさんがやっぱ結構車について誰かと対談してたりとか、昔は結構好きだったときはなんか乗ってたとかイメージがある。そうだね、なんかボルボのオープンカーみたいなの持ったときあるけどね。あ、ですよね。でもまあすごい運転するってわけでもない。結局ね、なんか全然乗んなくなっちゃって、ああいらないなって感じになっちゃったんで。あ、そうなんですね、うん、なんかちょっと昔はみたいなイメージがあったんで、うん、そうか。今はまだ私は車の楽しさを浸ってますね。まだ1年だもんねそうですね、うん、まだ1年なので、はい、はい、じゃあ次ちょっと行きたいと思います、はい、習慣の作り方についてあのお伺いしたいという方から、うん、お便りいただいております、はい、イラさん、早川さん、武井さん、こんにちは。いつも楽しく お勉強をさせていただいております。お私は現在青春小説を書いているのですが、自信がなく、もっと読むことをしなければいけない、勉強しなければいけないと思い、筆がなかなか進みません、うん、進化してからいいものを書きたい気持ちと、早く書かねばという気持ちに皆様どのように折り合いをつけているのでしょうか。仕事となれば自然とリミットが近づいてきますが、素人の私のにはそれもなく、自身で設定しても自信がなく、うまく作用しません、うん、読む力と書く力は別物と思っていても、自分の知識不足を感じ読みに走りがちです。そのあたりはどのように折り合いをつけていますか。また新たな習慣を作る際にどのようにルール設定をされていますか、という。
ことなの。これはね、勉強にしても書くことにしてもさ、終わりがないので、うん、どちらかを極めてからやろうなんて思っちゃダメだと思うんだよね。あ、学びながら書く、走りながら書くっていうのしかないので、うん、とりあえず両方一緒にやって、うん、そうでないと本当に終わらなくなっちゃうから、うんうん、で今その自分に力が足りないって言うけど、その力が足りない時にやる良さってあるじゃない、うん、例えばアイドルの女の子やと男の子がデビュー作でもなぜか新鮮ですごくいいってことあるじゃない、たくさんなのに、うん、なので、うん、力が足りない時もそれが味なので、それをうまく活かしながらちょっと頑張ってみてほしいかな。あ、それ、あの、私、この間、過激少女っていうアニメ見てて、ハッとしたんですけど、うん、その、効果過激団っていう、あの、うん、まあ、いわゆる宝塚みたいなところに女の子たちが入って、うん、あの、その、トップを目指すっていうアニメなんですけど、その先生たちが言ってたのが、やっぱり、その、荒削りだからこそ、いいっていう、その時にしか出せない、その演技があるっていうことを言ってて、すごいハッとして、私も、どちらかというと、この今、お便り送ってきてくださった方みたいに、ちょっとまだ自分には力がないんだとか、勉強不足だからと言って、あの、学びに走りがちなんですけど、その時にしか出せない輝きみたいなのがやっぱあるんだっていうのを、本当にハッとさせられた、あの、人なんか、僕たち日本人って、あの、ちゃんとしていることを求めがちじゃない。そうなんですよ。でもちゃんとしてなくていいんだよね。そっか。だからそこはなんかもう少し聞いた目で見ないと、うん、なんか人に褒められよう、責められたくないみたいな気持ちになると、触れて止まって全く書けなくなっちゃうんで、うん、それよりはもっとなんか前に進んだ方がいいかもね。うん、ただ習慣にするのは基本的にもう毎日書くことしかない。うん、毎日書くのも、1行でもいいから書く。そう、もう本当に一行、まあさすがに一行では意味がないんで、毎日1ページとか書くぐらいでいいから、原稿用紙3枚とかね。うん、そっか、まあ、習慣化するってこうなかなか難しいというか、うん、なんか3ヶ月ぐらい続けていくといつの間にか習慣になるとかね、よく言いますけどね。うん、まあじゃあとにかくもうひたすら淡々と何も考えずに続けるっていうことが、うん、そうだね。習慣化にはいいんですかね。だから書いてるときは書いてる頭。で、読み、あの、書き終わったら、今度は読んで自分で学ぶモードみたいなのにして、でもなんか、それをひたすら5年も10年も続けるって、プロはみんなそうしてるんだよね。あれですよね。なんか今、井田さんおっしゃったように、うん、その、まあ、井田さんレベルはというか、なんか、と思ったんですけど、なんか、やっぱり僕もその書くのもそうですけど、なんか、さっきおっしゃったように、ちゃんととか完璧って目指しがちですけど、うん、結局ちゃんととか完璧って、あの少なくとも僕はできないし、逆にちゃんと一人もいないよ。そうで、仮にちゃんと完璧やったつもりで、例えば何かを出しても、うん、まあなんだろう、自分でもあダメだなと思うし、変なし、逆にまあすごい叩かれたりもするから、別に開き直るとかって意味じゃないんですけど、うん、結局なんかもう泥臭くてもいいから、とにかくあのやり続けるしかないなみたいな、なんか途中でやっぱ変わりましたね。そうだね。そうしないともう無理ですよ、ね。うん、アウトプットは何をやったにしても誰かが何か言うってことなので。うん、まあ無視して進むしかないんじゃないってことだよね。ただまあな、ただ気持ちも、まあこの方の気持ち分かる、違う気持ちって言われたら困るけど、うん、なんかその結局アウトプットって自分の中で何インプットしてきたかとか、うん、まあ情報だけじゃないですけど、なんかまあ当たり前ですけど、生きてきたものが全部出るじゃないですか。うん、だから一朝一夕にすごい自分が例えばここまで出したいみたいなものが出せないから、まあ泥臭いけどしょうがないですよね。それでやっていくしかないわけですよね。うん、でも意外とそれでいいんだよね。うん、努力臭いのとか、ちょっと変ないびつな形がなんか美味しいみたいなことっていっぱいあるからさ。あと、まあ、なかなか良くもあるかも変えられない。ちなみに僕たちさ、はい、その完璧な文章とか素晴らしい小説とかエッセイとかって言うけど、実際身の回りに完璧な人がいたら付き合いたいと思うかって話だよね。あ、まあね、いや、辛いな、うん。スーパーマンと付き合えるかっていうことなんで、いやいや、それはちょっと勘弁と思うじゃない。うん、いや、一緒だと思うけどね。文章だって。いやもう身に染みるな。なんか、私も本当に、その仕事とかで、もう完璧にやらなきゃって、多分思ってるんだと思うんですよ、うん、無意識に。でも本当ストレスがもうすごすぎちゃって、うん、もうマジでハゲそうです、なんか。本当白髪もすごいし。ね、あ、そう。うん。なんか、それをつい求めちゃうんだよね、自分に。ありもしない完璧を、ね、うん。自分で完璧とか言ってるけど、その完璧が何だか分かってないからね。そうですね。もううん、で、それなのにもかかわらず、メールに添付の、あの資料を付け忘れたりとかしたりとか。
あるよ。でもなんか最近僕あのそれこそオトラジのあの Kindle 版のエッセイじゃないですけどね、うん、あのお二人みたいな天才型と違ってね、それこそなんかコツコツ系だったんですけど、最近またちょっと飽きてきたから逆張りで、うん、俺もちょっと石平武弘の張りになんかあの2日ぐらいで書いてみようかなと思って、今までこう枠取って、え、今度何書いたの？え、俺何書いた？僕2人が出すより、あの、やっぱり前出ししてもう3週間ぐらい前に出してる、何書いたか忘れましたけど。3週間前に出してんの？うん。僕今日出したの。そう。いや、なんですけど、うん、ただ書く期間を、うん、やっぱあったらあっただけ使っちゃうから、うん、あの、うん、なんか今回、あの、まあ、そういう意味では締め切りギリギリじゃないですけど、なんか2日ぐらいで書い、まあ、実質1日か。うん、だから書けますね。当たり前か。あんまりクオリティ変わんないです。いや、そりゃそうだよね。意外とね。そう、時間かけたからいいと思うんでもないんだよね。そう、まあまあエッセイだからっていうね、サクッとっていうのもありますけど、なんかまた小説は違うんでしょうけど、うん、いや小説はそんなに変わんないよ。変わんないですかね。うん、あんまり時間かけすぎるとなんかお団子みたいになっちゃう、文章がネバネバしてるからって、うん、いい感じでリズムよく流れなかったりするんだよね。そうなんですね、うん、なんかやっぱ自分で自分のこと一番客観的に見れないじゃないですか。分かっているけど客観的には見れない。見れない。自分の背中は見れないからね。ねえ、だから自分のアウトプットしたものとか、まあ小説とかもそうですけど、うん、なんかやっぱ客観的に見れないから本当にこれでいいのかなっていう自信がなくなっていくっていうのは本当なんかあるのかなと思いますね。うん、まあしょうがないよね。うん。てかそれ永遠のテーマだからさ。まあ確かにそう。歌う人、演じる人、書く人。うん、でもそれ会社員だって一緒だと思うけどね。うんうん、なるほどな。自分の仕事ぶりって分かんないからね。うん、まあそうですよね。うん、いや、はい、お話はつきませんが、はい、今回そうか、人生相談スペシャルなので、うん、もう本編もたっぷり。なんかいつも人生相談スペシャル、ほら、なんかもうこの前半でヒロナさんが人生相談始めるけど、今日は大丈夫ですか、ヒロナさん自身で。まだエンジンかかってないですね。人生相談、そうですね。まだ大丈夫です。また有料版でね。有料版の方出てくるかもしれない。今回1問、1問か。2問いっちゃいます。2問ね。まあ2問ぐらいで。大人しい。20分かかっちゃうよね、あっという間に。はい、してますけど。はい、後編もたっぷりだと思いますので。はい。そしてですね、先週からも始まりましたが、新コーナーということでね、イラさんおすすめの本の方もですね、うん、この後、有料版でも紹介していただきますので、はい、そちらも楽しみにしていてください。ということで、この後の続きは、4通り、お聞きご覧いただけます。YouTube メンバーシップ、ニコニコ動画、Apple Podcast サブスクリプション、audiobook.jp ということで、お好みの方法で、まあ、下に概要欄 URL あると思いますので、そちらから、お選びいただけたらと思います。それでは後ほどお目にかかりましょう。特にないかな。いきなり振られたのはあるけどね。いきなり振られた。この彼さ、正式な彼女を作るとか、ちゃんとした恋愛をするとか、世間一般の幸せみたいなものをそこに行かないといけないと思ってるんだけど、それは彼の本当の到達点じゃないよね。で、単純に言えば望んだ通りになるには嫌な人間になればいいと思う。で、正直言って今アメリカでは中年の白人だけなんだよね、平均寿命が縮んでるのは。